11年前、神戸市北区で高校2年の男子生徒を刺殺した疑いで逮捕された男について、神戸地検は責任能力の程度を調べる鑑定留置の期間をおよそ1ヶ月間延長しました。この事件は2010年10月、神戸市北区の路上で当時高校2年生だった堤翔太さんが刃物で刺され死亡したもので、警察は今年8月に当時17歳だった男を殺人の疑いで逮捕しました。これまでの捜査関係者への取材では、男が容疑を認めていることが分かっています。事件をめぐっては、神戸地検が男の犯行当時の精神状態や刑事責任能力の程度を詳しく調べるため、8月から今月13日まで鑑定留置を行う予定でしたが、今日期間を来年の1月24日まで延長することが神戸地裁に認められたと発表しました。神戸地検は今後、鑑定留置の結果などを踏まえて起訴するかどうかを判断します。